はい、日本結婚するとこ川崎亮太です。本日も動画をいただきありがとうございます。はい、前回ですね、タンパク質をしっかりとりましょうっていうお話をさせていただきましたが、そういう話をしていくとですね、今度はタンパク質取るために乳製品とかをめっちゃ取る人がいます。乳製品ですね、例えばタンパク質といえば卵とかですね、乳製品で書けない、乳製品、卵とか牛乳とか飲めばとりあえずタンパク質でいっぱい入ってるんでしょうと、そういうのをガバガバ取る人がいますが、それはそれで問題です。乳製品の取りすぎっていうところはすごく気をつけてください。乳製品にはカルシウムっていうものが確かに豊富に含まれてますし、タンパク質も含まれているので悪くはないですが、カルシウムの量が多すぎると、カルシウムの量が多すぎて代わりにマグネシウムですね、マグネシウムが取れていない場合、マグネシウムが取れていない場合は、これが少ない場合はちゃんと吸収できません。これはうまく1対1のバランスで取らなくてはいけないものなんですけれども、こういった乳製品はカルシウムの量がものすごく、多くなりすぎてしまっていて、逆にマグネシウムの量がすごく少なくなってしまってます。例えばですね、プロセスチーズとか、チーズとかありますが、チーズはあるマグネシウムを1だとすると、チーズは11ぐらいだったりします。マグネシウムも同時にたくさん取れてればいいんですけれども、マグネシウムはチーズだけだったりとか乳製品だけ取ってしまうと、マグネシウムって全然取れませんので、そうなってくるとカルシウムの量がすごく多くなってしまって、そうなってくると体の筋肉を硬くしてしまったり、これのバランスで筋肉の硬さ柔らかさっていうのはある程度決まっていきますので、筋肉がガチガチになってきてしまって、そうなることで痛みだったり、あとは体がだるくなったりイライラしてしまったりっていうことが起こってきてしまいます。絶対にこのバランスっていうのを崩してしまうと調子は悪くなっちゃいますので、タンパク質だと思って、卵だったりとか牛乳だったりとか、チーズだったり、そういったものを取りすぎてしまうとどうしてもこのバランスが崩れてしまうので、そこはすごく注意していただくといいかなと思います。はい、大事なことはこのマグネシウムもちゃんと取れればいいっていうことですので、マグネシウムをしっかり摂取していく必要があります。入ってるのは、豆類、大豆類だったりとか、大豆、ごま類とかにも含まれてますね。ごま。あと、海藻類。海藻ですね。海藻類。そういったものに多く含まれていますので、そういったところから取っていただくといいかなと思いますし、それだけでは、通常のミネラルっていうのは土壌だったりとか水質の問題があってだんだん少なくなってきてしまってますので、またなんかサプリメントを紹介する感じであれですけれども、マグネシウムはサプリメントで私は取るようにしてます。こういった形ですね。絶対にこの水状のもの、水滴状のもの、そういったもので取るようにしていただくと、いいこのバランスを持ってちゃんとタンパク質も体の中に吸収できていきますし、カルシウムも取り入れることができますので、そういった形でうまいことこのバランスっていうのを取っていただくといいかなと思います。はい、今日はマグネシウムがすごく大切なんですよっていうお話をさせていただきました。この辺枯渇に、少なくなっている人ってすごく多いので、そこだけちょっと注意していてください。本日の話は以上になります。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。